まずはやっぱりこの春馬の変わりっぷりというかこのインパクトに皆さん相当驚かれるんじゃないでしょうかね。小池徹平さんと三浦春馬さんダブル主演のブロードウェイミュージカルキンキーブーツが昨日初日を迎えました。これは女装癖のお方なんかじゃない、ドラッグクイーンよ。そこに違いはあるの？もちろん、ドラッグクイーンは女性の服を着た途端にクレオパトラになるの。ただの女装趣味の男はね、大体おかんの下着をつけたチャールズ皇太子みたいになっちゃうの。変でしょそれ。この舞台は経営不振に陥った靴工場の跡取り息子チャーリーがドラッグクイーンのローラと出会ってドラッグクイーン専門のブーツ工場として再生する過程を描いた、そんな物語です。